美味しいわ、うん、お疲れ様です。いただきます。みんなは野菜でほうれん草とアスパラとブロッコリーが好きです。私は野菜でトマトと長芋とオクラが好きです。わかる。オクラいいよね、うん、いただきます。ほうれん草ハワイアンありがとうございます。いいよね。なんか基本的にでも野菜嫌いじゃない。ゴーヤとパプリカ以外好き。ピーマンもあの料理によるちっちゃいやつだったらいけるけど、あ丸お肉詰めて、そうあれはちょっと無理や。ミサヒ1番やって嘘つき目。ほんまにあやかあやかあやかやで。かわいいありがとうございます。この料理そうです。こんにちは。うん、ほんまにマジであや、あやみちゃんに近づきすぎる。あんしてんで、もう犯罪やん。でも今はアイロンしてないからお前っぽいけど、アイロンしたら全然お前じゃない。私公園でめっちゃ前髪上がるからめっちゃお前になる。わかる。お前なんですけど、これ始まる前はえ、そうめっちゃ多いみたいな。気づいたらお前なんですけどみたいな。でスプーンで食べるよ。みさ前髪なかったらマジで赤ちゃんみたいなからな。そんな嬉しいな。褒めてない。え？え赤ちゃんどう取ったら褒め言葉じゃなくなるん？バカにしてる。いただきます。母さん真珠ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ミヒナって感じ。真珠は？海やから。ああなるほど、ね。貝殻やね。ペンライトありがとうございます。別に寒くはないんですけどね。衣装で着ちゃいけないの、食べちゃいけないので、うん、めっちゃ寒かったよ、さっき。うん、最近暑がりになった気がする。ココナッツありがとうございます。え、グステつけてない。オーバーサイズワンちゃんです。かわいい、めっちゃかわいい。ハートありがとうございます。 RGB おっきい T シャツがやっぱいいよね。な、便利。かっこいい。大きい T シャツの方が私調べによると大きい T シャツの方がダンスが下手ではなく見える。まだいい感じに見える。ピチッとしてる方が、え、ピチッとしてたらもうなんかピチリって言ってマジで、え、そう、アラが見えるけど大きいのやったらごまかせるんで、私は結構大きいの着てますね。今日こそようやく見に来た。やったー、うん、東京からありがとうございます。東京から来てください。うん、いいな。まだ公園でデコ出しがしたことないんですよ。え、絶対似合う。え、似合う、ね、絶対似合う。一回やってみようぜ。え、無理。え私は今日、うん、なんか感想文持ってこようと思って忘れました。いいね、宿題持ってる。終わってんね。若くのさんに見てもらおうと思ってアイドル資格で買いだから、うん、でくださいって言おうと思ったら忘れました。恥ずかしくない？え、めっちゃ恥ずかしい。だから壁を壊すために頑張ってやったわけよ、うん、頑張ってやったけど、パソコンの中に今あるので、ちょっと親に LINE してもあの写真を送ってもらおうと思います。カレーなんかな、気のせい。あ、キーマカレー的なやつ。家を出て3分後ぐらいにアイドル資格と思ってデコ出し似合うね。なんかデコ出しってさ、絶対似合うよな。マジでさ、なんか老けて見える、みんなの顔やったらさ、老けて見えるかめっちゃ幼くなるかの二択やね。いいやん、いいやん、老けても幼くてもええやん。だからデコ出しは一生やらんと思う。デコ出ししようぜ。公園ではやらんと思う。ええー、絶対。え、リハで散々やってるやん。リハちゃん、リハはさ誰も見ひんやん、ファンの人。うん、メンバーだけやん。邪魔やからあげるけど。え、可愛かったで。よし、そう、めっちゃ楽やん、デコ出し。めっちゃ楽なんか自分でやるデコ出しとメイクさんとかにやってもらうデコ出しは違うんで、自分でやったらええやん。なんでやねん、もうすげえマナったから。自分はもうさ、だってさ、これやからさ、あ、落ちた、あった、もう何もないね。オシャレとかもクソも何もないからさ、そんな感じやで。私センター分けとかやるやったらセンター分けか、うん、三つ編みしてあれがいいねんけど、うんうんうん、なんか幼く見えるか老けて見えるかの二択やから、今の年齢やからさ、うん、なんか明日目お団子とかやったらちょっと大人っぽくなるやん、うんうん、だから今しかできひんねん、こういうのをやるね、みひなは。うん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 、だからちょっとまだかなと思ってる。いや、おでこ出すと番組があることもあるよ。え、おでこ出そうぜ、かわいい感じで。で、今日一緒におでこ出そうじゃあ。うんうん、なんでやねん。あれしたいんですよ、私は。こうさ、こうケイドさんみたいな感じでさ、
編んでさ、こんな感じでしたいね。でもこれで上げたらマジでここに汗が集中してな、うん、もうこうなんね、棒と棒みたいになるから。そうやね、そうだから下ろしてやりたわけですよ。え、私え、そうマジでこれを提案したらね、メイクさんに上げて、これを提案したんですよ。これポニーテール、これでポニーテール絶対邪魔、絶対やめた方がいい。ガチでやめた方がいい。これポニーテール漫画のキャラクターでこういうのおるやん、うん、マジでやめた方がいい。こんな感じ。私はこれでポニーテールしたかったけどちょっとダメって言われたんでもうちょっと薄くしたらどうですか。ここを三つ編みにしてもちょっとさすがに長すぎてダサいから。え、誰に言われた？あの、え、まずメンバーに言ってん、これをここを残してこれでポニーテールしたいって言ったら、もう全メンバーに、さくらと弥生と、違う、さくらと真子と彩香やったんや、その場合やったんや、うん、ダサい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 って言ってやめた方がいい。ダサいダサいって言って、でメイクさんに三つ編みはどうですかって、ここ三つ編みにしてポニーテールどうですかって言ったら、もう三つ編みがもう編むのがもう編み、あ、どんだけ編んでも長いから、うん、確かに、もう編みが終わらんくて、なんか編みが長すぎてポニーテールが目立たへんからダサいよって言われて、入っていって結局普通のポニーテールになりました。あ、ちゃんとがっつり言ってくれるメイクさんでよかったな。うん、そうさ、あのミヒナがさ入ってきてからさ、うん、こう メイクさんで担当してくれる、なんていうの、最初からさ、うんうん、いてはるメイクさんやったらさ、うんうん、がっつり言ってくれるけどさ、ミヒナが入ってきた後にさメイクさんになった人はあ言わへんやん、そんなこと、うん、あの方とね、 H さん、うん、TEM、え、何言ってんの？違う違う違う。ディズニー好きやから。あ、違う。いや、分かんねえ。そのこと言えたらあかんねんで。夢の国やで。夢の国やで。え、な、なに？誰？TM さん？うん、それぐらいの。あ、そうそれは言っていいやん。あ、言っていいん、チムさんやん、うんうん、チムさんはだってユサとか言ってはるから、チムさんは言って、あ、そうな、え、そう思って何人かさメンバーさんがチムさんって言ってはって、言っていいのね、ということでチムさんでした。チムさんがダサいからやめとき、あんでも終わらんからちょっとやめてって言われて途方に暮れるわ。でもチムさんめっちゃ三つ編み早くない？うんうん、やばい、うん、そう有名なんや、うん、なるほどね。YouTube、 あかりさんの YouTube やったっけな、とかにも出てはる。あ、そうなの。チムさんとザキさん、ダキ、ザキさん、ああ、出てはる。びっくりした、ダキが出てるえ、鬼やみたいな。とりあえず坂本さんがチーム離れるから、あなたたちでも今ぐらい話せるようになってもらわんとな。お前な8期とか多いから、そう、まだね、全然多いんでね、まだ生きていけると思いますよ。メイナは桜がいるから、うん、アミも雪のもおるし、アミもおるし、でも雪のいいやん、おるやん、キャプや、すごい、いつも魔法がね、キャプなんで、うん、私は昨日ベッドの上で1時間以上もだえてました。その理由は何でしょう。1、ハイタニラン、2、ハイタニラン、3、ハイタニランさあどれでしょう。皆さん X でハイタニランって調べてみてね。私のいいね欄の、私がいいねしたツイートの一番上を見てみてね。私が1時間もだえてよ、あれを見ながらベッドの上で、あーって19日の7時に1時間ドキドキしながらもだえてました。それはなぜでしょう。1、アイライフ、2、アイライフ、3、アイライフ重大発表あります。8人重大発表あります。あ、うん、見た。こんなん、えぇーってなるやん、うん、ふわーってなって、もう8時までドキドキ。でもうさちゃんが次の日にツイッター見た、多分みひなが見たからか。でめっちゃいいのついてない、マンでいいのついたから、めっちゃ私も流れてきました。めっちゃ嬉しい、うん、知ってる子やった、私でも知ってる子やった、かわいい、うん、めっちゃかわいい。アイスちゃんのちょっと似てんねん、タイプが、うんうんうん、なんかこの前初めて映像で歌ってんの見てんけど、アイスちゃんとタイプ似てると思って、めっちゃ可愛かった。可愛い、あとでちょっと画録してるから見て、可愛すぎて。アイスちゃんとさ、ウサちゃんがさ、あの連続して歌う歌ってるところがあって、可愛すぎて
ガルクしたから。ケイドさん好きやから。ユイナさんにチェキいただきました。ありがとうございます。全然なんかいろいろケイドさんとしてるし。なんかな？いろいろケイドさんとしてるし。ナンバーでも一緒に出てるし。ちょっとなんかな？チェキ持ってるなみたいな。であれは多分そのメンバーとかにあげれるやつやなと思ってちょっと狙ってて。でもさすがに自分からさ言いに行くのずうずうし。辛い。だからさ座ってたらさ、うん、じゃあミッヒーこれあげるわ。お前ナンバーの時にさ、うん、チャビーとヨイがさケイトさんの衣装着んねやんか。そしたらもうめっちゃ私の前でごめんな今からケイトさんの衣装着るわでも今ユイナさんの衣装着るから、あ、そう、まあ、いいですけどいいですけどいいですかって言いながら、でも私はもうあのドットの研究生衣装ケイトさんだったんで、はい、あ、そうなんや、そっか、キャマチ入れる、ようこそ、うん、リエコさんが好きって言ってくださってね。私はナンバラではね結構 MC 暴れるんですけど M では暴れないので、今日は MC 頑張る目標やからね、うん、M は頑張って MC で喋るのが目標なので、そう自分からね、うん、うん、私はゆりなさんとも、ないですよね、M の先生の時にめっちゃ緊張して、うん、リハ前にみんなが行く先輩が行く後、うん、私ハッて言いすぎてハッてながらついていってたら大丈夫大体できるから大丈夫大丈夫ってポンポンってしてくれました。みんな服もらったんで、でもこれリサの優しさやからな。そうやで、私がそうユイナさんにね、うん、私が言われてるね、あの違う誤解をされたら嫌なので言うと、うん、お話し会でリサの方がね、そうそう早い時間だったリサが最初に会ったから別にリサを選んで言うのって言ってじゃなくて、リサが終わってリサがたまたまおった中で年少組の中で一番最初に会ったのがリサやった。いやいや、サクちゃんおったからサクちゃんおったし、ゆうきのもおったし、うん、ふなっぽい服やった。でも服が欲しいって言ってる側の人間やで、言ったらゆうなさんが声かけてくださって、なこの服いるって言ったら、あ、欲しいです、あ、でも後でミヒナ来るのでミヒナの方がいいですかね、私が言ったんですよ。あ、じゃあミヒにまた声かけるわって言っていただきました。私ケイトさんに服買ってもらったんで、おそろなんで、めっちゃいいよ、おそろなんで、お話し会で来たんで、ミヒナまで早口なんですけど、うん、おそろなんで、今の目標はラビグルメに登場することです。うん、私もケイトさんの YouTube に出ることが目標です。ロンドン行ってきますそう、じゃロンドン行きたいで、コナンか、コナン持ってって、あ、ここがコナンで、こうこうこういう場所があるなるほどね。取り調べ室が終わってしまいました。あ、ケイトさんの出る前に、え、全然終わってしまいましたはい、じゃあランキングを読みたいと思います。今日 MC デグマッチョしてや、いや、なんで、ね、1回やったことある、2回ぐらいやったことあるんで1回してるわ、この間おったわ、違う、ああ漫才が、漫才の時、イエーイ、コメディーや、また漫才したい、うん、考えますで、え、いきます。13位ニコさん、ありがとうございます。12位名前がないですね、ありがとうございます、え、名前ないの、空白、空白、あ、すごい、ありがとうございます。11位トラさん、ありがとうございます。空白。10位クモスケさん、ありがとうございます。いきます、いきます。9位てたまるくんさん、ありがとうございます。ちょっとねメイクに追われたので、いつもなら待てるんで待つんですけども、今日は呼んじゃいたいと思います。ありがとうございます。6位りなさん、ありがとうございます。5位13位の方たかさん、ありがとうございます。ちょっと今5位やからちょっと5位なお57さん、ありがとうございます。たくパン食べます。4位きよふみさん、たくパン、たくパン、たくパン、きよふみさん、ありがとうございます。3位ゆうたさん、ありがとうございます。2位たおさん、ありがとうございます。そして第1位だ、いずみちゃんありがとうございます。
はい、はい、バイ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 、公演頑張ります、ありがとうございました。顔大きい人、顔ちっちゃい人、はい、ジュースランク飲ませていただきます。10歳の方、タカさん、ありがとうございます。12位の方、坂田猫次郎さん、ありがとうございます。11位の方、夢に向かってさん、ありがとうございます。10位の方、大輔さん、ありがとうございます。9位の方、信太郎さん、ありがとうございます。8位の方、あゆ太郎さん、ありがとうございます。7位の方、カルちゃんさん、ありがとうございます。6位の方、おぎおぎさん、ありがとうございます。5位の方、神戸のクロさん、ありがとうございます。4位の方、なおて、ありがとうございます。3位の方、あみちゃん、ありがとうございます。2位の方、つらさん、ありがとうございます。言ってないって、ほんまに言ってるやろ、マジで。ということで、第1位はじんくん、ありがとうございます。今日もやるの嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、みひなの真似をすると、ありがとうございます。全然違った、全然ちょっとなんか、ありがとうございます。何言ってんの、普通、おはようございます、おはようございます。それは自覚ある、めっちゃ自覚あるけど治らへん、おはようございます、治らへん、マジで。でもありがとうございます、めっちゃ初めて気づいた時、言った人もということで、ありがとうございました、公園行ってきます、バイ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 、急げ急げ、ありがとうございました、バイバイ、またね。